はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずです。それでは今回なんですけども、三井住友ナンバーレスゴールドカード登場メリットやデメリット、お得な作成方法を解説ということで、先日発表された三井住友ナンバーレスのゴールドカードについてですね、この動画では三井住友 NL ゴールドカードを果たして作るべきなのか、まあ、作成する際のメリットやデメリットをですね、僕なりにまとめましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行ってみようということで、今回発表されたカード、こちらですね。三井住友ナンバーレスの、こちら、ゴールドカードというものになっております。まあ、簡単に言うと、これまで僕がね、ちょくちょく動画にさせていただいてた三井住友ナンバーレス、こちらのゴールドカードバージョンという風に思えていただいて大丈夫です。まずですね、三井住友ゴールドカードのナンバーレスの方に入る前に、念のため三井住友ナンバーレスのおさらいなんですけども、こちらですね。僕はマスターブランド持ってるんですけども、最大の魅力と言っても過言ではないこちらですよね。コンビニ3社、マクドナルドで、 のご利用で、最大でででで5% 5%のののポポイインントト還還元元とととというここビザとかマスタターーカードのタッチ決済をを行ったら5分のポイント還元を受けることができますでその内容を踏まえた上で、今回の本題でもあるこちら、三井住友カードゴールド NL ですね。こちらのカードについて、まずカードの件面は本当にね、もうそのまんまゴールドになってますね。で、このカードの特徴っていうのが大きく2つに分かれておるんですけども、ここですね、年間100万円のご利用で2つの特典ということで、まずここ左側、翌年以降の年間費 a 無料ということでそうなんですよね。 まずは、ここ、左下にもちょっと出てるように、2021年の9月30日まで申し込むことによって、初年度は年会費無料ということなんですけども、それと加えてですね、年間で100万円分利用することによって、なんと、永年無料になるんですよね。なので、ゴールドカードとか、そのいわゆるステータスカードっていうんですかね、そういったものを持ってない方からすれば、ちょっと100万円っていうのは結構大きな額にはなるんですけども、永年無料になるっていうのは結構大きいのかなと思います。で、他にもですね、この年間の100万円を達成することによって、毎年1万 3ポイント分の V ポイント。 が還元されるっていうことになっておりますで、これはですね、ちょっと左下にも出てるんですけども、毎年100万円のご利用が必要となりますということですので、もう本当にね、多分この毎年100万円ってなると、おそらく固定費とか含めてですね、もうメインカードとしてずっと使ってるのであれば、中には達成する方もいらっしゃるのかなと思います。で、他の特徴として先ほどお伝えした、タッチ決済であれば5%分の還元はもちろん。で、あともう一つ、ここにもちょっと出てるんですけど、左側、ご出発前のひとときを快適にということで、国内の空港ラウンジ が無料で使うことができますまあなかなかね今のご時世旅行に行くのもちょっと大変な時はあるんですけどももしね旅行好きの方からすれば空港ラウンジがこんな風に無料で使えるっていうのはやっぱりここがゴールドカードの魅力的なとこでもありますよねでちょっと画面を戻りまして今回のねポイントとなるのはこの年間100万円の利用ということなんですが昨日ですね僕ツイッターでもちょこちょこつぶやいたんですが実際にどういったものを決済して対象になるのかっていうことをですね色々いろいろと調べておりましたまあ、問い合わせても確認したんですがまあ、公式ページにも色々と記載 がありましたので、まあ、そちちらをちょっとと見ていいいたただきたいと思いますそれがここにもちょっと出てるんですけども、対象の取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細はこちらという、こちらをですね、クリックしたら、このページに繋がるんですが、年間100万円のご利用で翌年以降の年会費永年無料ということで、まあいろいろね、年会費無料についての条件とかが出ております。そしてちょっと先ほど言いかけた、いわゆる これは対象になりませんっていうリストも出ておりまして、例えば年会費とか、あとはここ、ここですね。ちょっと正直ここはネックなんですけども、三井住友カード積立投資 SBI 証券ということで、これ最近始まったサービスなんですけども、いわゆるクレジットカードで SBI 証券に投資をしても、まあ、この100万円にはカウントされないですよっていう風になっております。正直これがね、入ってくれば結構大きかったんですけどね。あと他にもキャッシングリボとかローンとかリボ払いとか、あと交通系電子マネーのチャージ、弊社発行プリペイドカードへのチャージ、 これ、いわゆるあれですね。ビザプリペとか、D カードプリペイドとか、トヨタオレットとか、まあそういったものかと思います。他にも、あの、V ポイントアプリですね。あとは、国民年金保険料とか、提携会社からの収納事務を委託された一部の保険料、こういったものが、 対象とならならいとで、これらは結局対象にはならないんですけども、こちら今日のツイッターでもつぶやいたんですが、こちらは対象となる、いわゆる含まれるものの一覧となります。それがここですね。三井住友カードゴールド NL の特典条件である年間100万円のご利用にはどのようなもの含まれますかということで、お支払い方法に関わらず、貨票を含むお買い物でご利用が含まれますということで、この下に出ているものは対象となるということになります。例えば家族カードとか、ここがでかいですね。税金公共料金の支払いということで、 ま、高級料金はね、まあ、ある程度の額は行くと思うんですけど、ここがでかいんですよね。税金っていうね。かなりの税金を納めてる方であれば、100万円って意外と行ったりするかもしれないので、ここはでかいかなと。で、他にも、楽天ペイ、ローソンスマホレジ、アップルペイ、au ペイ、etc、g o o g l ペイ、ide。そして今回のね、ここいいですよね。キャッシュも含まれますね。あと、LINE ペイとか、マスターカードコンタクトレス決済。でですね、ちょっとここ見ていただきたいんですけど、なんか、懐かしいのが出てますね。折り紙ペイっていう。 もうすでにね、お葬式は終わってるはずなんですけども、まさかちょっと公式ページに出ておりました。で、次に PayPay ペイペイも対象ですね。しかもなんか PayPay ペイペイここスペースがあるんですよ。で、あとは、まあ、ビザの立ち決済、こういったものが対象となると。で、先ほどお伝えした対象外になる項目に関したら、まあ一覧で出ておりますので、こちらもぜひね、チェックしていただければと思います。で、全然関係ないんですけども、こちらのページですね、僕が撮影してるタイミングで更新されておりまして、更新されてるページを見たらですね、今現在は折り紙ペイの画面が消えておりまして、そして PayPay もね、スペースが消えてますんで、 でていただければと思いますで,ですね、今お伝えした内容を踏まえて、僕が今回のこの三井住友ゴールドカードのナンバーレスですね、それについての僕なりのまずデメリットをお伝えしたいと思うんですが、まあ、簡単に三つですね。まず一つ目は年会費通常であれば税込5500円かかるということですね。まあゴールドカードの中でもまあ5500円っていうのは、 ま、安くはないんですけども、高くもないっていう感じかなと思うんですよね。まあ、もしね、年会費とかがネックの方であれば、そんなに無理にね、申し込む必要はないのかなと思います。で、それを踏まえて、まあ、先ほどお伝えした年会費 A 年無料を狙うためには、やっぱり年間100万円の利用が必要となりますんで、まあ、今はね、結構いろんなコード決済含めて、いろんな決済方法のお得な方法とかもあるので、これになかなか到達しないっていう場合もあるかもしれないので、 なので一応ですね、デメリットの一つとして挙げさせていただきました。そして三つ目は、まあ、先ほどお伝えした三井住友カードの積み立て投資ですね、SBI 証券のカウント、この100万円の中の集計の対象外ということですね。まあ一応こちらの動画でですね、クレカ積み立てについては解説をしてるので見ていただければと思うんですが、このクレカ積み立てがね、この100万円の中に入れば、まあ結構クリアしやすいかなと思ったんですけども、これが対象じゃないっていうのは痛いですよね。まあそれと比べて、まあ僕は今現在、JQ エポスゴールドカード持ってるんですけどもそのエポスが提供している積み木証券っていうんですかねそれにはいわゆるそのエポス修行に加えられたりもするので結構そのエポスゴールドの修行はしやすいとは聞いてはいるんですけどもこの三井住友カードナンバーレスゴールドカードに関したらそれがないというのがねちょっとネックなところかなという風うにも思います で、続きましてメリットですね。まあ、正直メリットの方がまあもちろん多いかなと思うんですけども、僕なりに6つ挙げさせていただきます。まず1つ目は、初年度年会費無料ということで、今はね、キャンペーン中ということもあるので、今のうちもし参加される方は、まあ、ここは結構でかいのかなと思います。次2つ目は、やっぱりナンバーレスあるあるのね、コンビニ大手3社、マクドナルドのタッチ決済の5%還元。やっぱりここはやっぱ魅力的ですよね。 で、次に先ほどもお伝えしたように、国内の空港ラウンジがね、使えるっていうのはね、やっぱゴールドカードの魅力的なところかなとあります、思いますんで、もし持ってない方はね、このカードを使ってラウンジ使ってみてもいいかなと思います。そして四つ目は、年間100万円を利用することによって、年会費が永年無料になるということ、プラスアルファで、まあ1万 V ポイントがですね、達成したらもらうことができると。まあ、この1万 V ポイントに関したら、 毎年100万円を使わないといけないというのはあるんですけども、まポイントがもらえるだけ結構嬉しいですよね。確か、僕が持ってる JQ a ポスゴールドも似たような感じなサービスがあったような気がします。で、次に、クレカ積み立てであれば1、1%還元。ここがまた魅力的ですよね。一応上限としたら月5万円までなんですけども、まあ、先ほどのね、この100万円利用には含まれないんですけども、一応1%還元というのは、これはこれで s b i 証券を使って、 投資される方は、まあ、嬉しいいいのかなという,ふうに思いますそして6つ目は新規入会最大1万3000円相当プラスアルファということでそうなんですよね今現在もし入会される方はですね結構お得っちゃお得なんですよ それがこちらのですね、新規入会ご利用で1万3000円相当プレゼントということで、まあ、三井住友ゴールドナンバーレスと、プラス、普通の三井住友ナンバーレス、まあ、それぞれでキャンペーンが開催されるっていうような感じとなっております。今回の三井住友ゴールドナンバーレスの場合に関したら、最大1万2000円相当までもらうことができるということと、通常のナンバーレスであれば、最大9000円相当までもらうこともできます。もしね、入会される方はですね、ちょっとここの条件は一つ気をつけてほしいんですけども、ここですね、以下の条件をすべて満たした本会員ということで、 期間中にに対対象象カードに新規でででご入会されれる方とととといいいううことでそれがここそががなななんすすけども対象とならない条件いうのがありますおそらくすでにね、ナンバーレス持ってる方はここに該当するかもしれないんですけども、2021年の6月30日水曜日時点で弊社が指定するカード、かっこ注意書きをお持ちの方とか、2019年3月1日金曜日以降、新規で弊社が指定するカードを発行した歴がある方ということで、その中に三井住友カードのナンバーレスであったりとか、まあ、その他 ね、これらに出てるカード、まあこれら持ってる方は対象とならない条件に当てはまるのかなと思いますんでまあ、ご自身が対象かどうかっていうのをこちらでチェックしていただいてでもしね。ちょっとそこに対してちょっとわかんないっていう方がいらっしゃったら一度ね。三井住友カード側に問い合わせて確認してみるのが一番ベストかなと思います。今お伝えした13000相当プラスアルファのこのプラスアルファの部分なんですが、まあだいたいね。勘のいい方はわかると思います。この三井住友ゴールドナンバーレスをですね。作成するならということでそうなんですやっぱりね。ポイントサイト経由がめちゃくちゃ。 お得なんですよね。で、今回紹介させていただくポイントサイトはこちら EC ナビっていうポイントサイトですね。こちらがね、今現在7月2日がまあお得だなということで、まず EC ナビから三井住友カードゴールドナンバーレスを探してみたいと思うんですけども、まあすでにね、ここに出てはいるんですが、検索をする際に、ここのサービスショップを検索っていうところですね、タップすると、三井住友っていう風に入力をしていただきます。で、これで入力して検索をかけると、三井住友カード一覧が出てくるので、その時に三井住友カードゴールド NL8 万ポイントって 出てるんですけどもこれはですね EC ナビであれば8000ポイントに該当しますのでこれをタップしますそしたらですね三井住友カードゴールドナンバーレスの情報がい覧らりと出てきます今お伝えしたようにこの8万ポイントは EC ナビであれば8000相当に該当しますちなみにこのポイントに関したら現金にもできますし他のポイントにも交換することができますですけどもまあ、ポイントサイトあるあるの注意点としてこれは2021年7月の2日現在の情報であってポイントが変動したりとかこの案件が終了したり っていう可能性もありますので、これは注意をしてください。一応ここにもですね、ちらっと出てるんですけども、この8万ポイントは2021年の7月の2日までポイントアップと出てますんで、この動画をアップするのが7月2日なので、明日以降どうなってるのかっていうのはちょっと僕もわかんないところではあります。で、この画面を下に下がっていただいて、このポイント加算条件のところに、しっかりとですね、注意書きもいろいろ出てるのはいるんですが、 ここですね、三井住友カード NL からのグレードアップは成果対象外となります。あくまでも新規入会のみの対象となりますということですので。 ここはね、ちょっと一つ気をつけないといけないところかなと思います。で、これについてですね、こちら EC ナビの公式のツイッターアカウントがつぶやいておりまして、クリオさんがつぶやいてましたね。すでに三井住友ナンバーレスカードをお持ちの方もポイント加算対象ということでございますんで、まあ、ここにも説明が出てる通り、こちら案件ページのポイント加算条件、内容がわかりづらいですが、追加カードとしての新規発行であればポイント加算対象となりますと。まあ、簡単に言うと、僕はすでにね、三井住友ナンバーレスの通常カードを持ってはいるんですけども、持ってる状態でも、 まあ、追加今現在新規で、発行ししてももちゃんととポイントがもらえまますすすよよいいう認識になりますこれは結構嬉しいですよねでその内容を踏まえた上で、もし作成される方はですね、この EC ナビのこのポイントゲットっていうところをタップすると、画面が切り替わって三井住友カードの公式ページに切り替わります。で、この画面から下に下がっていただくと、ここにお申し込みはこちらと出てますんで、これをタップしていただくと、通常発行で申し込みをされるか、最短5分で即時発行。即時発行も対応しているみたいなんで、もし発行される方はですね、検討していただければ まあそんなこんなで今回は三井住友カードのゴールドナンバーレスについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました、まあ、今回ね僕正直ですね結構今作成するか迷ってる状態ではあるんですよねおそらく作成する場合に関してはまた改めて動画にするかもしれないんですけども、まあ、迷ってる理由の一つとしたら先ほどもちょっとお伝えしたように僕 j q エポスゴールドカードを持ってるので、まあ、空港ラウンジであったりとか、まあ、それはねそのカードがあれば 今のところいけるっちゃいけるんですよ。まあ、国内には限るんですけども、もし僕が作るメリットっていうのは、まあ、ビザブランドをナンバーレスの場合持ってなかったので、もしそれが欲しいなと思ったら作るかもしれないです。で、さらに、まあ、クレカ積み立てが1%還元にはなるので、そこがね、結構強いのかなというふうに思います。なので、どこかで踏ん切りがつけば作るかもしれないです。で、視聴者さんもですね、もし作成する場合は本当にこのカードが果たして作るべきなのかどうかっていうのをしっかりと考えた上で、ぜひ、 作ってみてみもいいいいのかなという,ふうに思いますでもしですね、今回お伝えさせていただいたポイントサイト、石波の登録まだの方いらっしゃいましたら、こちら概要欄にリンク貼っておきますので、詳細気になる方ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。